はいはい、どうも、はるです。ここです。恥ずかしいな、ここ。はい、今日は、部屋の中をちょっとリフォームして芝生、部屋の床を芝生にしてみました。はい、ね、芝生にした理由はちょっとね、ちょっとここをカウンセリングルームとしてカウンセリングルームにするので、ちょっとここ癒しの空間のような感じにしたくて、あとは子供たちがちょっと公園で遊ぶようなね、雰囲気をね作るためにね、芝生にしたんです。はい、芝生にしてみました。あとはね、こういう観葉植物とかいろいろ買ってリフォームしてみました。ね、リフォームしたんだよね。はいはい、今日はすげえ短いね。うん、大丈夫だよ。そうだね、短いけど、今回は今日の振り返りみたいな動画になります。はい、はい、じゃあまた見てね。バイバイ。いいね、よろしく。チャンネル登録もバイバーイ。